です。で、ずーっと向こうに行ったら、見えてるのはあれが竹田駅、文後竹田駅となります。食事どころの一つの名物は竹田唐揚げ。唐揚げが有名なところは、そこの丸福さんというところがあります。そこの丸福のとり天は美味しいです。実はここ商店街は城下町です。城下町っていうのは、あの昔お城っていうのはさ、攻められたらまずいよね。だからわざと船って城下町の通りを作ってました。ここ狭いでしょ。ここ狭いでしょ。ちょっとだけ。だから商店街が船と続きます。製麺武田ちゃんぽん、武田ちゃんぽんには決まりがあります。あの水面が見えないだけ武田さんの野菜を盛り上げること。ちゃんぽんの町武田っていう感じでね、みんなあのいろんな料亭の中でちゃんぽんが美味しいです。ここの平戸さんのちゃんぽんも美味しいです。でこちらは手打ちそば、おそばのお店、お蕎麦のお店です。20歳になってる子はこちらで一緒に飲みましょう。今地域というのはとてもね、いろんな高齢化になってるって話したでしょ。その時に地域の商店街の方っていうのはとっても大切な役割があります。その中の一つで、例えばお酒を売ってるだけじゃなくて、ちょっとなんかね大変なことがあったり、お手伝いやってちょっとなんか買ってきてくれとか、なんかそういうようなちょっとした御用聞きって変かもしれませんが、買い物を代行されたりとかしながら、だんだんとね地域の中で役に立てるような形を後ろ通して、竹田面白い小道具とかね、古道具さんとかもねあって可愛いのがあります。そういうね掘り出し物を見つけるのも竹田の楽しみ方の一つです。八幡川横丁、昔の庄屋さんの蔵でした。いろんな CM 撮影とかにも使われたようなね横丁で、ちょっとこう風情があるかなっていうようなところで、16人の羅漢さんがいるところです。彼氏が彼女が欲しい人、どうぞこちらへ参ってください。いや無理恋愛成就の神様、一生祈願の八幡山横丁、神社とか行くときに参道っていうよね、お参りするときの、それとお腹、赤ちゃん生まれる時の参道をかけて参道を登っていきます。そして上に行くと愛禅堂といって文化街があります。愛に染まるという愛禅堂。この愛禅堂の周りを3回回ってワンという、そうすると君たちの、ね、願いは叶う、きっと叶う。ありがとうございます。これを反対に回ると大変なことになる。間違って回らないように反時計回りに回ります。そういうご縁があったら、今度は2人でね手をつないで門を降りてきてね、今度は子供が子宝観音、子宝に恵まれた後、一生過ごした後、最後にこちら、人生の最後はこちらで迎えます。ボケない、ほっこり、熱かぬ児童。ここはレンタルトンネルって言います。この曲も実は滝レンタルが作った曲で、春ですね、来ちょくれ、大分に来ちょくれ、武田に来ちょくれ、武田に来てくださいねっていう武田来ちょくれ研究会の、皆さんです。今年はちょっと皆さんの顔を見て、一遍にこの覚えきれいなと思っているので、たくさん来てくれて、本当にあの嬉しく思っております。農村部って面白い食材とか、面白い食べ物とか、何っていうようなものを、きっと驚くようなものも多分あると思います。農家の皆さんはね、生活をされてらっしゃるってこともあるから、これって当たり前じゃないって思うことがあります。で、そういったのをね、見つけたら、ね、竹田見つけた、ね、どんどん投稿してもらいながら、お父さんこれなんすかっていう感じでね、どんどん質問してみてください。ニュータは名水の里、水の前ですよ。狩場まで登る坂が雲中坂ということで、
その雲中坂の下にあるんで、屋号を雲中坂とつけました。よろしくお願いします。ちょっとお母さん一緒に先に記念撮影しましょうよ、みんなで。はい、撮りまーす。過去を私はするから、あと磨くのを自分たちでそれぞれ磨いてもらおう。
そちらの方で地図とちょっと案内をしておりますので、もしご家族やお友達と収穫体験したいという方はホームのテントまでお越しください。